まあまあってとこだな。一日の稼ぎとしちゃ上等さ。さて、アレックス・フォークインド、今日は何階に繰り出す？シーン、今日はお前が決める番だぜ。よう、アレックスじゃねえか。モーガン、昨日は大量だったそうじゃねえか。大したことはない。小さな鎧に鉄の盾、それにわずかな金貨、250ゴールドにしかならない。おお、そいつは大したもんだぜ。俺らはたった50ゴールドや。このところ魔物の勢いが増してきやがって、収穫もさっぱりだ。そりゃあんたの力が衰えただけじゃねえのかい。シーン、いいことを教えてやろう。地下迷宮の全ての魔物は次期地上に解放される。大魔道士ワードナも現れるぞ。という噂だ。本当かどうかは知らん。まあそうならんように祈りでも捧げて出かけるんだな。じゃあな、お互い気をつけようぜ。ワードナが怖くて迷宮に入れるかってんだよ。しかし魔物どもが力をつけてきてるのは確かだ。最近地下迷宮に入ったまま戻ってこないパーティーが目に見えて増えてる。しかも新参者ならともかく、俺たちのように迷宮の内部をよく知った者たちがだ。度胸試しにワードナのいる10階まで降りてったんじゃないの？トレボー王がアミュレットの奪還に莫大な報酬をかけた初めの頃ならそれも考えられるが、今誰もそんな無茶はしない。慣れて気が緩んじまってたとかかもしれん。だが一つ気になることがある。気になること？なんという嘆かわしいことじゃ。アミュレットを奪い返そうという勇者は一人もおらんのか。なあじいさん、迷宮には宝がゴロゴロしてる。こって知ったるフロアでちょちょいっと化け物片付けて宝を手に入れりゃ、俺たちはその日の酒にありつけるってわけだ。邪魔ワードナーはどうする？地下10階に降りさえしなけりゃワードナーに会うことはねえよ。ワードナーがなぜにアミレットを盗んだのか、お前たちにはわからんのか。そんなもんしてたくもねえな。ワードナーはトレボー王から魔除けのお守りであるアミュレットを盗み出し、地下10階にも及ぶこの巨大な迷宮の奥深くに姿を消した。トレボー王は勇者を募り、アミュレットを奪い返そうとしたが、未だに果たした者はいない。ワードナー、なんでわざわざこんなもん作って逃げ込まなきゃならなかったのかな。時間稼ぎさ。時間稼ぎ？相も変わらず真っ暗だな。いつ来てもゾッとしない。アレックス、明るくしてくれ。念のため防御力も高めとくか。ワードナはある目的を達成するまでどうしても一定の時間が必要だったに違いない。この迷宮はトレボー王の攻撃を食い止めるためのいわば防波堤だな。で、ある目的ってのは？さあね、アミュレットに何か秘密でもあるんじゃないの？まあ、これはあくまでも俺の推察だ。ん？6万個？こんな地響きは初めてだ。気に入らん。頭に響く。
そろそろ最初のお客さんのようだな。ゾンビだ。アレックス、大丈夫か？足がしびれる。これは一体？元のように動きそうだ。そりゃそうだよ。この程度ジューザの手にかかったらチョロパッパさ。何？ジューザ？そうか、あんたがあの有名な歴戦の勇士僧侶ジューザか。そういうこと。さっきのゾンビ見ただろ。ジューザ様の呪文で一殺さ。有名かどうかは知らぬが、これは弟子のアルパーじゃ。よろしくな。千年の封印？そうじゃ。ワードナはそれを知ってアミレットを盗み出したのじゃ。しかしアミレットに一体どんな力があるというのだ。我ら僧侶に古より伝わる記述によれば、恐るべきことが起こる。恐るべきこと？どういうことだ。この世が一瞬にして滅び去り、永遠の闇が訪れる。この世が滅びるったってそんなこと想像もできねえや。それに一千年もの封印ならそれほど慌てることもないんじゃないか。いや、ワードナのことだ。あらゆる手を講じて封印を解こうとするだろう。奴の力をもってすれば決して不可能なことではない。こいつは傑作だ。俺の推理は全部当たってたってわけか。ってことは魔物が強くなってるって噂は。うん、おそらくすでに半分は封印が解かれているのかもしれん。もう一つ質問してもいいか。どうぞ。ジューザ、あんたはどうしてワードナーのことをそんなに詳しく知っているんだ。わしらは戦友じゃった。わしとワードナーは昔仲間じゃった。トレボー王に仕え、幾度もの戦を共に戦い抜いてきた。だがワードナはわしとトレボー王を裏切った。わしは誓った。ワードナを倒し、わしのこの手で必ずアミレットを取り返してやるとな。しかしわしももう年じゃ。これが最後のチャンスじゃろう。あんたたち聞いたろ。みんなで協力してアミレットを奪い返そうぜ。ワードナを倒すんだ。悪いがアルパー、アミレットには興味がないんだ。どうしてよ。アミレットを手に入れればあんたたちだってこの衛兵になれるんだぜ。残念だがトレボーのために命張る気はない。俺たちにはその日暮らしが合ってるんだ。あのな、封印が解けちまったらその日暮らしも何もないんだぜ。そんなことが分かんないのかい。やめるんじゃアルパ。だってこいつらの腕を見込んでせっかく追いかけてきたってのに。人にはそれぞれ目的というものがあるからな。どうやら年甲斐もなく自分のことをしゃべりすぎたようじゃ。ジューザー。ジューザー、俺たちはこれから9階まで降りていく。あんたはどうする？とりあえず同行させていただこう。ありがたい。あんたがいてくれたらこっちも心強い。ひ、何が魔物退治の達人だ。その日暮らしのただの金稼ぎとはとんだ腰抜け連中だよ。アルパ、口が過ぎるぞ。すごいや、随分と便利なもの持ってるんだね。俺にちょっと貸してくれない？
あんなところに魔物たちがいるぜ。静かにしろ。迫力があって楽しいぜ。お前は4回以下初めてなんだってな。何が出るか知らないぞ。よせやい、脅かし子はなしだぜ。なんか踏んづけちゃった。あかじった。見ろよ、死体がうじゃうじゃ転がってるぜ。先に入ってきてた連中じゃな。まだやられてから時間は経ってないようじゃの。なんとも無残なものだ。イヤリングか。こんなところに？魔物を相手に戦おうとは。よっぽど負けん気の強い女だな。その辺に転がってるかもしれんぜ。裸で。裸で。どうせなら生きててもらいたいな。負けん気の強い女は俺のタイプだ。願いが叶ったぜ。いつ来てもこいつには手こずるな。いや、おかげで助かった。ところで君の名前をまだ聞いてなかったな。シーラ、一緒に来た仲間はみんなやられてしまったわ。やはり向こうで倒れていたのは君のパーティーか。ポークウィンド
どうした？しっかりしろ、フォークインド。腕が一瞬になっちゃってる。フラッグの仕業だわ。地下迷宮に命を捨てに来たのかな、皆の衆。貴様か、フォークインドの腕をこんなにしたのは。このフラッグ様が忠告して差し上げよう。アミュレットを手に入れようなどと身分不相なことは考えないことだ。それが長生きする秘訣だよ。グレタデーモンの内臓。老化現象は足から始まるのだ。肉でも食べて栄養をつけたまえ。アミュレットを使いこなせるのはこの世でただ一人、ワードナ様だけなのだ。お前たちが手に入れたところでどうにもならないのだよ。貴様の知ったことか。ダメ、杖に気をつけるのじゃ。隙を見せると石にされるぞ。お遊びもそろそろ終わりにしましょうか。観念したか。死ぬ！わしになれ！くれ！どうだ、参ったか。バカ野郎、チビがチビをいじめるんじゃないよ。お前から先に死にしてやる。そうはいかん。ダメ、殺さないで。お関様たちは、もう生きては戻れないのだ。びっくりした。石にされちゃうかと思った。助かったぜ、アルパ。なかなかのもんだったぞ。本当？本当にそう思う？立派なもんだ。見直したぜ。どうしてフラッグを殺してしまったの？殺さなければ殺される。それが迷宮の掟だ。生かしておいたらランディのことを何か聞き出せたかもしれないのに、どうして殺したりするのよ。ランディ、せっかくここまで来たのに。これでまた手がかりがなくなっちゃったじゃないの。もう少し俺たちに分かるように話してくれないかな。お前、恋人を探しに来たのか。ランディは村政ブレードを求めてこの地下迷宮に入っていった。村政ブレード、手にしたものの感情を増幅させ自らも強大なエネルギーを持つという幻の妖刀じゃ。波の戦士が手にすれば感情のコントロールを失い発狂するじゃろう。じゃから並外れた精神力を持つ真の勇者のみが使うことを許される刀。ランディは自分の真の力を試すために身を落としてこの迷宮に踏み込んだわ。私は待った。その間真珠星は北天を三度駆け抜けた。でも彼は帰ってこない。祝福の歌で迎えてあげるって約束したの。幻の村政ブレードを求めて戦う勇士がまだ残っていたとはな。治るのか。とにかくやってみよう。さすがだ、ジューダ。感謝するぜ。すまねん、余計な体力を使わせてしまい。何、これしきのこと。わしは実家へ行く。お前さんたちとはここでお別れじゃな。どうする、シン。ジューザとアルパは二人だけで行かせるのか。もう一人いる。十回まで行く気なのかな。
しかし10階となると我々も未経験のエリアだ。いつも通り9階で戦利品を探して引き上げた方がいい。いや、負けん気が顔に出てる女とはとことん付き合わないと後が怖い。うん、そいつは言えてる。恨まれて化けて出られてもたまらないからな。ふん、誰も付き合ってくれなんて言ってないわ。おっと、迷宮で仲間割れは命取りだ。仲良く行こうぜ。10階か。帰りに拾ってってやればいい。関東の寺院に運べば蘇生させてくれるだろう。ここが十階への入り口じゃ。一歩でも踏み込めばもう帰る道はない。十階か、緊張する。やめるなら今のうちだぞ。違う、これは無茶振りだ。さて十座、そろそろ十階へご案内願おうか。大丈夫かな。早くしろ。うるせえ。申し上げます、ワードナ様。女一人混ざったパーティーがほどなくこの10階に侵入してくると部下からの報告が。お前に任せる。適当にしますせ。はい、ではそのように。待て、あの男はどうした。眠らせておりますが。ならば使いようがあるな。お前の手を煩わすこともあるまい。承知いたしました。ここまでは誰一人として立ち入ることはできんのだ。おお、これはすまん。いつか殺したる。ここが十階か。俺たちの墓場にならないようお祈りでもしといた方がいいかな。なんだあいつは。この地下迷宮を作った男じゃ。いきなりワードナーのお出ましかよ。ここまで来るとはよっぽど死にたいようだな。このワードナーの前では貴様たちなど虫けら当然。望み通りズタズタにしてトレボーンのバカめに送り届けてくれるわ。じゃあ頼む。消えた。構うな、それはただの幻影じゃ。誰かが10階に踏み込むと同時に自動的に映るようになっておるのじゃ。チェッ、いけすかねえお出迎えだぜ。よいか、10階にはあらゆるところにテレポートトラップが仕掛けてある。飛ばされたくなかったらわしの後をついてくるんじゃな。あ、そっちは。あれ、どうなってんの。分かったよ、行けばいいんだろう。
さっき見えたところだ。先を急ごう。10階のどん詰まりまであとどれくらいだ。残念じゃが、この辺からはわしにとっても未知のエリアじゃ。すぐそこかもしれんし。果てしなく遠いかもしれないってわけか。ランディに会ったら俺たちにも君の歌を聴かせてくれよな。10階にしてはひでえ部屋だ。ワードナのやつ手を抜いたな。なんか嫌な感じの部屋。ママよ、最悪や。一人で無理しちゃって息が切れてるぜ。彼女は？幻の村正ブレードを手に入れてたんだ。どうしてシーラを？恋人の顔を忘れてしまったの？彼はワードナに操られているのじゃ。ランディ、私よ、あなたを探しに来たのよ。チェッ、すっかり忘れちまってるようだぜ。やばいぞシーン、村正ブレードが相手じゃとても太刀打ちできん。彼はもう人間ではないのじゃ。ランディ裏切っちゃいけねえな。もう、ランディ、お願い、頑張ってランディ、魔物に勝つのよ。
何これ、どうしたの。ゼルトウェイトの呪文じゃ。お守りか。私がランディに作ってあげたものよ。魔物になってもそれだけは持ってたんだね。シーラ、あんたの恋人はすごい男だった。村正ブレードを手に入れるなんて並の戦士にはできないことだ。ワードラとケリをつけてやる。ランディの弔い合戦だ。何？ムラマサブレードは奴らの手に。ほどなくここまで侵入してくるものと思われます。構わん、もはや手遅れよ。ムラマサブレードなどに用はない。世界はわしの思うままじゃ。ん？来たようだな。は、なるほど。腕の立つ連中が集まったパーティーだとは思っておったが、お前が一緒だったとはな。ジューザー、久しぶりじゃな。ワードナ、アミレット取り戻しに来たぞ。できるかな、ジューザー。アミレットにかけられた1000年の封印、たった今このワードナーが解いてやったぞ。何？見ろ。こうなるとアミレットのエネルギーが全て解放されるのは時間の問題や。そんな。その前に決着をつけてやるさ。お前たちごとき雑魚、ワードナ様の手を汚さずとも私で十分。ランディという侍同様魔物に変えてやる。お前がランディを。そう、ワードナ様のご命令でな。どうした、こっちだ。俺、ここだ。行くぞ、みんな。いきなりティリトンウェイトかよ。アルファ、しっかりするんじゃ。ギャー。くそ。ギャー。ギャー。貴様ごときにムラマサブレードが使いこなせるか。ほう。ほう。ほう。ジャー。
どうかね、エナジードレインを受ける気分は。アレックス！アレックス！ジルワンを使えるとは小尺な。お返しだ。死ね！お返しならこっちの方が先だ。貴様、背中から切るととんだ卑怯者だ。ヴァンパイアロードを倒すとは大したものだ。アルファ、しっかりするんじゃ、アルファ。ジューザー、受けてみよ。老いぼれの呪文に負けるワードナーではないわ。クソ、この村正ブレードさえ使いこなせたら。大丈夫か、アレックス。構うな、やつをワードナーを倒せ。キュー、こっちだこっちだ。キュー、ムッと。どうした、そこまでか。アルファ、アルファ、しっかりして、目を覚まして、アルファ。そうか、蘇生させねば。気がついたか、ジューザー、教えてくれ。俺たちはどうすればいいんだ。ワードナーを倒すのじゃ。それ以外に道はない。
ことよ。銃座を失ったお前たちなど敵ではない。ひとひねりだ。神よ、奇跡よ。何の呪文だ今のは。このわしに苔落としなど通用せんわ。身の程知らずめ、呪文を使い切ったな。おお、村正ブレードが操る。戦叩き切ってやる。村正ブレードを使いこなせるようになったのは褒めてやるが、貴様にこのわしは切れん。何？どういうことだこれは。ならばこれを受けてみろ。呪文が封じ込められている。あの女がマハマンを捕らえたというのか。ランディとジューダの無念、この村正ブレードで晴らしてやる。とは誰にも渡さん。この怒り受け止め。偉大なる勇者、十座よ、安らかに眠りたまえ。くそ、カントの寺院のヘボ僧侶どもめ、さ、すごいじいさんなんだぜ。どうして生き返らせてくれなかったんだ。年だったからな。その上、精神力を使い果たしてしまっては、蘇生のしようもない。おいらのことなんか助けたりするからだよ。泣くな。ジューザは見事に目的を果たして死んでいったんだ。きっと満足してるに違いない。ジューザ、このアミュレットにはもう何の力もないわ。
トレボー王のものでも誰のものでもない。あなたと一緒に土に帰るのよ。ランディごめんね、お守り聞かなくて。シーラ、こいつはランディが手に入れたものだ。ほっといけ。こんなものもらっても私には何の役にも立たないわ。村正ブレードが使えるのは本物の侍だけ。シン、これはあなたのものよ。シーラ、暗い海。